この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様は広樹であるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我ら全て心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。拙者のただ一つの悔いは己が死。かげろう目に必ずや一矢報い、拙者から奪いし全てのものを取り返してみせようぞ。貴様は何一つ学んだ。ものの触れ
ならば参れ。お主の技を見せてみよう。遅い、遅すぎる。口開けろ。あの印じゃ、時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、どかくのごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかいかなる悪しき夢を見せようというのか。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。命を譲るには少々遅れるかな。お前を導くぞ。